今日は森森小学校のお泊まりキャンプの日。とうとうこの日が来たな。今日のキャンプ楽しみにしてたんだよね。アナキナは楽しみにしてた？そうだね。例えて言うならファイアマリオの状態でアイスフラワーが出てきた時、どっちの変身で行こうか悩んでる時のワクワク感ぐらい楽しみにしてたよ。そうなんだ。例えがマリオすぎてよくわかんないや。はい、皆さん集合してください。今から今回のキャンプを指導してくれる先生をご紹介します。パロンチーノ先生、よろしくお願いします。今日はみんなと一緒に楽しくキャンプができればと思います。楽しいキャンプといってもいろいろな道具や材料を使うので、怪我には十分気をつけてくださいね。パロンチーノ先生、ありがとうございました。それではみんなで楽しいキャンプになるように準備していきましょう。それじゃあ早速みんなとご飯を作っていきましょう。食材や薪などを一緒に探しに行きますよ。食材は魚や野菜、果物を集めましょう。よし、食材をいっぱい集めていこうぜ、アナキナー。そうだね。よし、食材集めたね。まずは果物を取っていくか。美味しそうなさくらんぼだ。このヤシの実もいいかもね。これでよし。そして食材といえばやっぱりお魚だよね。さあ釣れるかな。よし、来たよ。わお、ベタを釣り上げたよ。よし、もう一匹。来た来た来た、スズキ。これが美味しいんだよね。それそれ、来た。イシダイ、すごいいいの思いついた。これはみんな喜ぶぞ。ドクターフィッシュ、空き缶か。オイカワ、グッピー。みんなもたくさん食材取れてるかな。あ、こんにちは。いや、こんにちは。皆さんでキャンプですか。いいですね。楽しそうで何よりです。怪我には気をつけなさいよ。ありがとうございます。で、君はキャンプといえば何が好きなんだい？僕はマリオが大好きなんです。あのキャンプで言うと、いや、僕マリオが大好きなんです。あ、だからキャンプの話。マリオの中で言うとやっぱりマリオが好きですね。いや、だからマリオっていいですよね。いや、マリオのことは聞いてない。キャンプのことを聞いてたんだが、マリオ好きですか？いや、もう、好きだよ。好きだよ。じゃあそろそろみんなのところに戻るので。マリオの話だったな。マリオだったな、あの子。まさにマリオだったよ。はい、それではみんなが食材をたくさん集めてくれたおかげで豪華な料理が作れそうですね。それでは早速調理をしていきましょう。調理するにはまず火が必要ですね。あれ、どうしました、パロンチーノ先生？いや、ライターを持ってきてたのですが、見当たらないんです。それは困りましたね。火がないと調理ができませんね。あれ、おかしいな。確かに持ってきたはずなんですけどね。火がないんだって。これじゃご飯が食べれないじゃないか。確かにターロの言う通り、せっかくのキャンプなのにこれじゃご飯が食べれない。さすがに普通の人では道具なしで火を起こすのは不可能だ。でも、もしマリオならどうする？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 よし、マリオならあのアイテム、ファイヤーフラワーさえあれば炎をつけることができる。しかしここはのびのびパックがいる。気をつけろ。こののびのびパックに当たれば一巻の終わりだ。危ない。ここにハテナブロック。ここにはないか。ブロックの中は、ここは、おっと、見つけた。これだ、ファイヤーフラワー。これさえあれば火がつけれる。いくぞ、マリオのファイヤーアタック。これで火がつけれる、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 つけれる。いやー、助かりました。まさか火を忘れてしまうとは、キャンプ先生として面目ありませんね。いやはや、ほっとりすいませんでした。アナケナ君すごいわ。ファイヤーマリオみたいにちゃちゃっと火をつけるなんて。いえ、僕はただマリオが好きなだけですから。でも火の取り扱いには注意してね。はい、わかりました。晩ご飯。いやー、食べた。やっぱりみんなでキャンプして食べるご飯は美味しいね。最高だよ。そうだね。ちょっとテントに取りに行きたいものがあったから取ってくるよ。うん、分かったよ。
それでは次はキャンプファイヤーをねしていきましょう。さあみんなで準備をしていきますよ。あれ、ダール君はどこに行ったの？さっきテントに忘れ物があって取りに行ったんですが、そうだな、それでもちょっと遅いですね。そうですか、それじゃあ私が見に行ってきますね。数分後。あ、タロ、遅かったね。どうかしたのかい？それが、さっきキャンプのご飯が美味しくて食べ過ぎたみたいでちょっとお腹が痛くなっちゃって。でももう大丈夫だよ、もう痛くないからね。そうだったんだ。それで、いちこ先生は？いちこ先生？先生がどうしたんだい？え、タロを探しに行ったんだけど、会ってないの？いやー、会ってないよ。なんだって、タロを探しに行ってから結構時間が経ってるけど、いちこ先生は一度も戻ってきてないぞ。まさか迷子に。探しに行きたいけど、こんなジャングルみたいな場所、逆に自分が迷子になる可能性もある。だからなんだ、もしマリオならどうする？マリオなら、マリオなら、マリオなら、とにかくいちこ先生を探しに行かないと。その頃、いちこ先生は、まさかタール君を探しに行った私が迷子になるなんて。それにしてはここはどこなのかしら。いちこ先生は一体どこに行ったんだろう。きっとこの森で迷子になっているに違いない。とにかく上に行くか。いちこ先生、よし、こうやって上に行ける。さあ気をつけていこう。ここはどうすればいいんだ。こっから先行けるか。きっとあの頂上にいるに違いない。落ちるな、マリオ。ギリギリセーフ。危なかった。よし、行けるぞ。なんだこれ、邪魔してくるのか、それとも何か手段があるのか。どうすればいいんだ、マリオ。この先にどうやって行けばいい。考えろ、考えるんだ。これを使って逆に利用して、これで行ける。もう一度来たな。さあこっちだ。うおは、避けないと。避けるんだ、マリオ。よし、もう一度か。ここで危ない。諦めるな、マリオ。よし、いけた。これでいけるぞ、上に。なんとか上に来た。よし、いた。いちこ先生、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 いちこ先生。あなげなく探しに来てくれたの？そうです。でもよかった、無事に見つけることができて。助かったわ。このキャンプ場、森みたいで道に迷っちゃったの。本当にありがとう、あなげなく。こんな形でマリオの力が役に立つなんて、僕はマリオが好きでよかった。今回の動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく。アナケナファミリーメンバーシップもやっておりますので、ぜひ応援お願いします。その他にもたくさん動画があるので、ぜひ見てください。それじゃあ次回の動画でまた会おう。バイバイ。